なんか言えたらいいなと思いまして、まず一つ言いたいのはメンバーのことなんですけど、今まであのバンドエイジャパンは例えば1月の動員とかの人数上から9人が A チームみたいな感じで、それが遠征メンバーって感じだったんですけど、これが3月分の遠征メンバーでした。だから本当は4月に、3月いっぱいの、だから4月に遠征があったらこのメンバーで行くつもりでした。で、逆に3月頑張ったメンバーは良かったって感じ、ここでちょっと出演させてもらえて嬉しですね。そう、って感じ で急に始めて、みんなびっくりしたでしょう。さっきさ、でもこのことあんまり言っていいかあれだから、あんま言わないでね、言われたこと 一応言っとくけど、言っちゃダメだよ 一応言っとこうと。アフレコ、アフレコ、先生こんばんは、アレちゃんやっほー。そう、2回目来れたー そうだね、さっき来れんかったって言う、吹き取った。ちょっとツイッター見よう。メイ、ジュリア、リマ、ふみ、ササ、あゆみ、しおり、さや、あいり、頑張ります。フェスティブさんとかさ、びっくりした。キさんこんばんざい じゃ、深夜テンションという、かわいい、無理、イエーイ。9日もライブがあります。今行って大丈夫って来ました、 LINE が。9日もライブがあるって言っていいですかってこと 言っていいって。金土ってことだと思う。よかった、乙女ことしてなくて。すぐ配信しようと思って。翔ちゃんよ、何気に書いた演習来て。そう、さっき言う このこと自体はもう、1週間前ぐらいから決まってて、いいでーみたいな。でもさ、匂わせれないじゃん、情報漏洩だから。いや、言えないな。しおちん、また見えて、今日2回目だからね。みんな、お付き合いいただきありがとう。シンプソン、そう、これね、なんだっけ。めっちゃ昔にふみにもらった。ふみが高校生ぐらいに。来てたやつ。どうしたん？ありがとうございます。好き なんで 急に始めたから、そうそう、みんなびっくりしてると思ったからお話ししようと思って、あとなんか聞きたいことがあれば答えます。さっきはそういえばリプ編ありがとうございました30分まで来たリプに返し終わりましたということで、何事かと思う、それそうだよね、それなんか言おうと思って とりあえずそう、メンバーを発表しようと思ってパパッと言いました。さやちゃんが確か初めてチーム入ったみたいで、すごい嬉しがってて、でも亡くなったじゃん、コロナで。だからめちゃくちゃ悲しいっていうのをこの前話したの、この前の遠征で。だから本当によかった、さやちゃんの気持ちを考えると嬉しいよねっていう。ようちゃんこんばんざい。なぞまや、ははちょっとあれしよう。すぐ終わりますけど。20分に終わります。あと8分 とか言って飲めたりして。ツイートしとこ。配信な、一応。めっちゃ。本当今からお風呂入ろうかなみたいな気持ち。
ってツイッターで見つけて、みんなの LINE に、これ公式から出てるんですけど発表していいですかって聞いたら、いいですよって、メンバーもいいですかって言ったら、いいですよって来た聞いてみるもんやねっていう感じで。あ、なるほど、あれが引き継がれた。そう、本当に良かった。何こうね、なんかさすがにびっくりした。台湾のメンツ、本当にそうびっくりした。本当に強売れピーすぎん、やばいよね普通に、やばくね。でもなんかあれよね、これなんか何会場かでやるやつだよね多分ってことだよね。各会場での3会場でだから誰がどこに出るか分かりませんみたいな感じだとは思うけど、ね、ツイートするとこツイートしないで、一応言って悪いことはないと思うけど、一応金土って移動込みの話じゃなくて、そうそういうこと。メンバーも対バンもメンツは本当にさやばいよね。そう、名古屋のまだねタイト出てないよ正直だけど、レニーか名古屋レニーかクラブクアトロカラットホール。クラブクアトロってさ出たことあるっけ。会場20時以降とかじゃないと金曜。あーでもそうだよね、1週間前は難しいよね調整し。マジさっきなんかリプでさ、なんだっけやったわねみたいな、みんなさすがに大丈夫かなみたいな。しかも先週もあったし、もうみんな、しかも先週さ久々に会ったってこともあってさ頑張ってくれたんだろうけどっていうね。ブレピーやねそう、みんなそう頑張ってくれたからさ先週で、先週はワンマンもあったし、結構みんなさあ多分お仕事とか調整してくれてると思うし、これは急遽のさ発表とかもちょっと難しいかなって思っているんだけど、名古屋来てくれたので上司を生きじめ待ってるね、早く生きじめにして早く腰を食べさせろ小さい人じゃん。じゃあでもそれはそう、はよバンバン、はよはよ。しょうちゃんはバンジージャパンのために努力して、まあでも確かにバンジージャパンのためだったらやめろって言われたらやめるし、髪全部それって言ったらそりますよそのぐらい。金曜はわかんない、本当にわかんない。ちょっと待ってよ、なんもね、会場しかね、うちらのスケジュール帳みたいなのも書いてでも金曜の昼からあんのかなみたいな。こんばんざい、うしくんこんばんざい、ともさんやっほーやっほー。さっちゃんの有給がまだ残って大丈夫、みんないけるちゃんとこのそう、そのこの9人いけますかっていうのが来てて、みんないけますってやったから大丈夫。みちくんこんばんざい、もう名古屋つうか今どこにいんのさっき山口行ったけど、そう名古屋行きます。10日待ってテロップに書こう。10月9日、びっくりしてるよね。スイスイタンコンパンザイ、あのあとさめっちゃ誕生日気になって調べたら4月だったかわいい。オフってちょっと
この子の情報知りてえんだわ。興味が IPM、 そうだよ、ね、金曜日みんなどうなんだろうなんて思う。急に忙しい期間なのね。あ、辛そうだよね。月末じゃないわ、年末に差し掛かってるから。みんなのリプ、みんなの反応が気になる。こんなにみんな急にクサクサって感じだったよね。あ、秋染めたんだ、やっほー、ヤッホーヤッホー日、素敵な日曜日、キュキュキュンキュン。平日、そう、小中が金曜で、と土曜が土曜、ん10日が土曜だね。確認したけど、ちょっとじゃん、そうよ、ちょっとこう中で出たらドラえもんも見せます。まずい、確かに買ったの。さやきっちがこっちツイートで3月の問い、あ、書いてたんだ。そう、別に言った、あの、言っちゃいけないことはあの言わないでくださいって、あのうちらに連絡来るけど、まあ来てなかったから一応隠してとは言ったけど、言ったでツイートしとこう。あ、愛理ちゃんも言ってる。そうそう、愛理ちゃんも初めて試合入れて、あ、選抜に入れてやっといけるってなってたけど、ってなってて、そう、よかった、よかった、愛理ちゃん。しおこさんこんばんざいわよ、やっほーマヨッピー。山口県からの帰り道なう、もうすぐ浜松、なんか聞いたことある浜松。こっちはやっほー、やっほー、とうかわんちゃん待ってる、来て本当にね、先週遠征、先週ワンマンの、今週はあれでもさ、来週遠征って感じと思いますし、私たちもって感じですけど、こんなさ、すっごい豪華な台湾でやばくねみたいな感じの、頑張っちゃおうみたいな感じよね。確かにマイカちゃんとアリちゃん、アリちゃん逆じゃねっていう、すっごい言葉選ばずに言ったら。でもまあ、どういうことなんだ。運営判断、ん、分かんない。それかマイカちゃんがなんか申し出たか、分かんない。いや、マイカちゃんだったら絶対行くしな、ちょっと分かんない。まあ無駄なことは言わない。とうか、あ、名古屋行ったことないな。新幹線止まってももう降りたことがない。名古屋一回も行ったことない。お、ヤッホー、オン芸人2月動員が4月分だっけ。あ、でもそうだね、あれ、確かに、そっか、でも動員だけじゃないのよ、正直言うと。いろんな、これはもうなんか言うことじゃないかもだからあれだけど、動員が 90% ぐらいだけど、
この 10% でまあいろんなこともある。懐かしい世界だ。確かにね、そしたら2月か。いやでも3月って言ってた、連絡で。これ間違えてたらやばくない？でもそんなことは絶対ないもんね。しかも本人ももうまあいろいろあとかな。多分発表済みのやつは、芸人ちゃうわ。おあ、本以外言った。まあね、まあまあ本以外でも頑張り学校で生徒でいろいろ頑張りって言うとみんな頑張ってるからなんだけど、ちょっとお腹すいたって感じでね。寒最近調子どうなん？ってナンパ。最近どうなん？なんか全然ツイートしてなくない？ほんまか。降りてもいいかな？しおり。いいと思う。来て、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 来て。あー、みつきちゃん見てないの。そうだよね、さすがにこんな急に言ったらだよね。そう、生誕坊さん普通にツイッター見ててやばくない？ツイッター見てて、わかる。コロッケ食べたい、するな。メンチカツ、メンチカツ、メンチカツ、メンチ、メンチカツ、メンチカみたいになっちゃった。ライブもいかんし、ほとんど家におるから。あ、最近日曜まで残った方がいい空気か。え、ない。多分だから日曜さ、東京でのライブはあるじゃん。それがうちらも出るのか出るのかはちょっと分かんない。マジで11のライブに出れんのか出れんのないのかもまだ分からないけど、11日に名古屋出ればない。いやいや、多分いやいやいや、お疲れ様、こままリプ。そう、さっきのリプ返し取ったっけ。30分に来たリプ、以内に来たリプしとったんよ。もう全部返したよ。ちょっとあの終わった後にさ、終わったってごめんねってシフト制のお宅には。ほんとそうだよね、仕方ないけどね。ちょっと仕方ないよね。逆にシフト制以外は何も、お休みを申し込みできる的なこと。昨日映画見てきた。何見たの？今日もう一回見に行きそう、行きそうだって行かなかった。シーマあれ見たいんだよね。なんだっけあれ、あれよ、あのあれ見たいんよね。銀魂の映画作った人のやつ、あのさ面白いやつ、ダンタタ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 タ、各県とかし、あ一応東京、多分でも本当に分かんない、出るか出ないか本当にね分からん分からん。都内メンバーだけかもしれないし、だから10日か9日にライブがあったけど、それは都内だけのライブがある。都内メンバーだけのメンバーのライブもあるし、ことないよね。なんか可愛くない、マジ？今日大人っぽい髪がね。そうかも、今日巻いとるけ、いつもよりも巻いとる。今さ何食べたい？みんな
それじゃあお寿司。よし。寒い。ライブは金曜と土曜だよ。両方ある。土曜はまだね、分からん。あの何時とか分からん。寒いんだけど。本当に寒い。やばい、本当に10日のフェスティブさんとかラッキーさんとかウィローさんとかワールドエンドさんババ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 みたいな、手羽先さん、さくやこの花さんとか、すごい今だけどさ、あのね名古屋遠征が決まったんだ。すげえな。九十仕事。ビデオパリオットとベバーガーデンっていう紙作品。何それ、どんなのかちょっと説明してみて。まあそれよりパーカー着てるところのこと。本当にさ、急に IC 始めてさ、下なんか高校の時のジャージだもん。マジだよ。名前をちょっと、あの大丈夫です。ほら高校のジャージ。ダッサー、ダッサー。しおりちゃん、しおりちゃん、すみません、そういうこと、そういう感じには本当に適当。今メイク落としてなかった、しおりに感謝。二階さん見て、それ弁当屋さん。ざっくり言うと1年単位で年の初めに休みが決まってる職種と1ヶ月ごとに休みが決まる。なるほどなるほど、1年単位やばいね。そうだ、1年のことだってわからない。このくらい眠たい今。これがこれなんてかわいくない。しゃあ、あくびとね、くしゃみとね、咳とかね、そういうのバン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 。水野高校ジャージだっさー。なんかね、すっごいちゃんとしたパジャマ、かわいいパジャマを着てる人もマジどうでもいい。着てる時のさがすごい。ワイみたいにパンチじゃ、ワイみたいにパンチじゃ、でもたまに何でもない。ハライチ、わかる、眠い。そういう時はラジオ体操してる人もやっぱり。あ、図書館はいい、それな。だってさ、配信映ってたら、配信映ってるとこがかわいい。下はちょっと、あ、ごめんねって感じ。配信のか、寒い。ちょっと寒い。じゃあ中さんも履けよう。わかった。手紙を書くアニメ。ちょっと眠たくなったからやめる。なんで？話？なんだっけ話？って前流行った話？なんだっけ？なんだっけ、バインです、違う、す、お酢。まあでもパーカー着てるか、パーカー好きなんか。あ、そう、なんで始めたかっていうと、そう、く、
10月9日と10日に遠征が決まりましたよってことと、ことを言いたかったんです。あとですね、あ、そうだそうだ、ちょっとあの通じてるんですけど言っとこうって感じで、今日のですね29?1 の23時59分まで、あのワンマンライブの第一次受付、第先行抽選受付の受付があるので、あと23時間ぐらいですね。あの2週の固定ツイートに貼ってあるんですけど、10月31日かっこ土曜日に行われるワンマンライブジャンピンナップジャパン公演に来てほしいなと思って。渋谷草来てね。そう、もしも外れても、あとね一般受けなんかあと2回くらいねきっとあるから、うん、でもね、あの、ぜひチャレンジしてほしいなって感じで思っているので、お疲れ様でした。ありがとうカリマちゃん。あくびつった、たぶん眠たい証拠や、お腹すいて、それな、お寿司、これお寿司の呪文、今日バックビ見れた。こういうキャラクターいそうじゃない？ニコちゃん、おつん、お疲れ様。腰肉よろしくね。美味しそうにしたてね。ネギかけて。そうだと忘れてたわ。そう、みんなママ申し込んだね。ピース。これママ申し込んでねと、名古屋よろしくねの顔。当たるといいな。ちょ、裏工作しとこう。おつこさんだよ。いやー。まよこーん。名古屋のやっと予約して、早ー休暇申請。やばくないそれ、ちょっと。それもう、一週間、来週の土日にお腹が痛くなるのでって言った方がいいよ。好きです。ウインクしてるように見える。